ありょうたくんって言うんですけど、あ、いつガン見してたんですか、ホモリアンっていう、ホモじゃないですか、1回目のあのねえドラムの人、ちょっとねえ、あ、ちょっとかっこよく、ちょっとめっちゃかっこよく見えちゃって、うん、見えるだけだ、見えるだけいやけどホモとかそういうんではないっすから、全然そういうんじゃないっすか、お前の方がかっこいいぞ、いやいや、でもそんなこと言ってますけど、この方はちょっとちょっと好き、ちょっと男が好きという、ちょっと好き、言うてない、男が好きという、怒ってるぞ、なんか誰も笑わない、笑ってる笑ってる、どうしても言ってる、どうしてもいいと思う、りんちゃん、りんちゃん、笑ってない、彼氏じゃん、彼氏にしようか、別に男同士でもいいんじゃねとか言ってたしね、いいよ、しかもさらにさ、柔道でさ、やられてさ、気持ちいいとか言ってたよね、すごい、ごめん、ごめん、ごめん、だから旅行という名のほぼ男子校に近いババア、スーパードライブ岡村くんのやつだったんですけど、ババアって聞こえたのよ、ガイアからババアって聞こえたのよ、ガイアからババアなんて男子、じゃあでは次の曲いっちゃいたいと思います、いっちゃいます、フローの GO です、いきます、おーいいね、We are fighting, 中身を目指して fighting, 何振りか
近くのセブンイレブン、いやそっちの宣伝ライブじゃないんだ。これかこれか。ワイズ先の宣伝しちゃうと、今のはちょっとあの子軽い系のセブンで働いてるんですよ。セブンのおでんうまいっすよ。今70円セールなんですよ。今年最後のおでん70円セールでうまいっすよ。そうなんですよ。来年9月までない。来年9月までないんですよ。一応ない予定なんですけど、はい。嬉しい。僕はセブンじゃないんですけど。はい。今だったらいいね。ありがとうございます。関係ないけど。いや、ウタルといえばやっぱあれだよ。ウタルといえば？ウタル？ウタルじゃない？あ、ウタル、ウタルで一応。